室蘭と青森を結ぶフェリー航路が15年ぶりに来月2日に就航するのを前に試験運航が行われています。津軽海峡フェリーは来月2日から室蘭と青森を結ぶフェリー航路を運航します。今日と明日は試験運航が行われていて、午前10時ごろに室蘭港に船が入港しました。船はこのあと正午に室蘭港を出て午後7時に青森港に到着する予定です。室蘭と青森を結ぶフェリーの定期便は2008年に廃止されて以来15年ぶりの復活です。